はい、こんにちは。そっか塾の久保でございます。まあ、園児置き去り、バス内死亡事故とかね。まあ、その他、まあ、あいろんなお子さんの悲惨な事件がこの夏もありましたけども、なんかね、忘れちゃいけない事件ってのは、ずっと置き去りになってるような気がするんですよねいや。私はね、特にね、この拉致被害者の会に入っていたりとか、まあ、横田さんとかに強い強い思い入れがあるわけではないんですけども、でもいつもね、 この日本で生きてる限り、引っかかるのがこれなんですよ。まあ、我が子をね、こうやって育てていても、ちょっと目を離した時、30秒1分目を離した時に、まあ、こういったね、誰かに拉致されるんじゃないかなとかね。まあ、我が子の行方を見,見失うんじゃないかなと思うと、一瞬たりとも目が離せないなっていうふうな気持ちもしますし、まあ、強くね、育てていかないといけないなとも思うんですよね。で、今回、この記事で取り上げてますように、拉致、拉致問題、進展がないわけですよ。 で、被害を受けられた横田早紀江さんにしてみれば強い苛立ち。それは当然でしょうね。国によって計画的に拉致された我が子。とても個人じゃ立ち打ちできませんから国家というものに耐えるわけですよ。そもそも国が外国から来た人に拉致をさせるような環境を作っているっていうところね。そして未だにそれが野放しにされていると。これ、 横田さんだけの問題ではなくてね、我々日本に住むすべての人に関係することだと思うんですよ。たまたま自分が被害に遭っていない。たまたま自分がそういったことに巻き込まれていないから安穏としてられますけども、ちょっとした隙に私たちの暮らしのほんの横にこれがあるんですよ。ね、これは本当に同じ日本人、私たちの仲間がこんな悲惨な目に遭ってるということをね、 絶対に忘れちゃいけないなと思いますね。記事の方にこう書いてますよね。北朝鮮が日本人拉致を認め、謝罪した平成14年の日朝首脳会談から間もなく20年ですよ。20年間、一体この国の権力者たちは何をやってきたんでしょうかね。状況はますます悪くなる一方、そして国会議員の中にもスパイががっつりと根を張っていてですね、国営放送とも言える NHK には 日本を貶めるべき工作員が1000人単位でいるわけですよこんな国に私たちは暮らしていてなんか予防接種をしろって言ったらね素直に打つとかねマスクをしろって言ったらみんなでパシッとするわけでしょもう誰の言いなりになってるんですかと自分の判断や自分の人生はないんですかというふうに私は思いますねえ記事を続けます拉致被害者の横田めぐみさん57歳拉致当時13歳の母早紀江さん 86歳が6日、報道陣の取材に応じた、長い時間が経過してもなお、マナ娘の帰国のため戦い続ける日々は続き、いつまで経っても解決しない言いようのない苛立ちを強く感じると語ったとありますけど、その通りですよね。私たちの、肉親が、兄弟が、子供が、言われもなく拉致をされて、全然知らない土地、全く理解できない言葉、文化に巻き込まれてですね、 そこで、故郷のことを思わないことがあるでしょうかこれは、かつての三角貿易でいう、奴隷戦のようなものですよ。記事を続けます。日朝首脳会談で北朝鮮は拉致被害者について、5人生存、8人死亡と伝えた。昭和52年に新潟市で拉致されためぐみさんは、死亡とされた一人だった。会談を受けて行われた20年前の、記者会見ではめぐみさんの父、 シゲルさん、平成2年に87歳で死去されましたね。残念な結果になりました、と言葉を詰まらした。早キエさんはまだ生きていることを信じ、戦ってまいりますと、気丈に述べた。まあ、これだけ待ち続け、簡単に、そうですか、ということではできなかった。北朝鮮で辛い思いしてる子供たちに申し訳ないと思い、必死に話した。早キエさんこの時の心情を、そういうふうに振り返ったということですね。気持ちわかりますよ。気持ちわかるでしょ、これ。こういうことを。 私たちはなんで平和に安穏と暮らしていけるんでしょうかね。こういった仲間がまだいて、すぐ近くの国には日本人を貶めようとして様々な攻撃活動を行っている。そしてロシア、ね、中国、韓国、北朝鮮。なんで未だに私たちはこんな脅威に追えなくてはいけないんでしょうか。えー、記事を続けます。 政府は拉致問題を最重要課題と位置づけ、再び日朝首脳会談の実現を目指すが、進展はない。この20年で多くの家族が、我が子や兄弟との再会が必ず亡くなった。虚しい地獄の苦しみを味わっている。報道陣に対し、紀江さんは今の思いを率直に口にした。また、バイデン氏ら、米大統領4人との面会にも触れ、偉い人に会えた、よかったね。また静かになる。その繰り返しだった。 大統領が協力すると言っても日本政府の行動がないと進まないと訴えた。その通りですよ。アメリカの大統領にあってはね、一瞬盛り上がるんですけども、じゃあそこにこうして日本政府が何かしようとすることはないわけですよ。まあこれは岡山で選出されたね、小野田君さんに私は密かに希望を繋ぎたいと思いますがね。はい。記事を続けます。めぐみさんと再会する日を思い、健康に気を使う、買い物に出かけ、 ご飯をを作り、風呂の掃除をする。できるだけ体を動かすようにしているしげるさんが亡くなった年齢にも近づき衰えは痛感している元気でいてねめぐみさんにかけたい言葉を問われるとそう思いを語ったと書いてますけどもこれが親の気持ちですよそして同じ日本人をね害された私たちはどんな気持ちで生きてるんでしょうか戦いはまだまだ続くそんな気がしてならないですけども もうこの横田咲恵さんにも時間が残されておりませんたった一目でいいたった一日でいいからめぐみさんを返してあげられないもんなんですかねはい、以上です